いや、笑顔すでに前に出てくる。バナナにも一発、腰から崩れそうになってくる。おお、右につなげて、アナウンスの優勝候補、放送席のお二人、限界がある。出ちゃってますからね。涼しい顔してるから全く呼吸乱れてませんね。乱れてないですね。これずっと押してましたからね。はい、キック、ロープ引いた、ロープ引いた、最後キック、リーダー花田、もう笑顔だ、21歳笑顔だ。めちゃくちゃ強そう、めちゃくちゃ強い、すごいな。武井を見るようです。そのバルディのチェーン、いやー、しかしシビアだろう。キックボディー、よしリストレート、木村ようやくダウンを奪いました。難しい相手、その強固なガードを隙間しっかり見つけてストレートです。マサトさん、ダメージどうですか。いや、ただあのローキック、もちろん効いてますけど、あのローキックは危ないですよ。それに注意しながら木村が距離を潰してくる。あともう一絞りの勇気、そしてこのなぎ倒しました。なぎ倒した、何発でも何発でも、一発でダメなら二発三発、ここは連打となりました。さあもう一回ダウンをこのラウンドで奪えば、ボディ打ち、これに完全に狙いを定めた木村フィリップミノル。さあフィリップポーズの時間です。首を横に振っています。まだまだ相手どうこうは関係ない、その領域に向けての戦い。イランド2分28秒、アリコナ、キングフィリップ・ミドルフィッション、KO 勝ち。あ、右、これちょっと変則的なオーバーハンド、膝、カウンターの膝、効いていた、時間差ダウン、ダメだ、これはもう完全に勝ちか、勝てません。やりますか。さあどう倒す。二段の膝は危ない。右のフック。起こった。ボディ二つ。効きました。もう無理か。終わった。宣言通り。藤木ひなるノックアウト勝利の井上正明。上段付けよりまた一歩近づく。本当に気を抜いたらどっちも倒れますよ。ボディ、あ、でも今効いた、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 レバー、レバーブロー効いた、ハイキックもつなげる、ボディだ、ボディだ、沈んだ、倒した、相手じゃねえぜ。いや、多分あのミサオチボディだと思いますよ。ミサオチのミサオチのボディが入りましたね、はい、うわー、もうダメだ、吐き出した、今あえて吐き出しました。必ず行く、必ず行く、もう弱気、完全に完全に心を折りました。強いわ。第4周は1ラウンド2分48秒、1ラウンド2分48秒、もう倒れられません。このリザーブファイトも1ラウンド中2度ダウンしてしまうと終わる。ボディ、これだ、これだ、倒しに行く。強いですね、強い、強い、江川勇気、KO 突破、ノーダメージですね、最高の勝ち方ですね。ただいまの試合、1ラウンド1分28秒。ちょっとこう浮ついたところなどは一切見せないファイターではありましたが、はい、なんかすごい、おー、ボディだ、ボディ、ボディ、おー、これで立ち上がっていますか。第1ラウンド終了間際、ダウンをノイリが奪いました。いや、ピーボディですね。はい、リバリー、
これでジエンドです。どうだったと問いかけるようにも土井利正明倒してみせました。2ラウンド決着です。涼しい表情のまま。関根さんやっぱり全体にも進化してるんですね。さあケイジはもう倒れられませんよ。ボディ左ボディだ。レバーブローあっさりケイジを飲み込んだ。アントニオプラッシュマット、マサトさん強い。なんか強さを超えてちょっと怖さを感じますね、この選手。危険ですね。いや、やっぱり世界にはいるんですね。ただの試合1ラウンド1分。そしてマサトさんがおっしゃったようにこうじりじりといくわけですよね。そうですね。そこに膝さらにワンツーパンチ、まあ、ただ一瞬隙があればこうやってボディ上下に散らして、さあ当たってくる。さあどうだ、かすめた。ダウン、ちょっと左のハイキック。ハイの前にボディも効いたような気がしましたけどね。すぐさま立ち上がってまいります。これは久松さん、武井にとっては大きなダウン取りましたね。そうですね、このままちょっと見たいですね。さらに詰めて一気に猛攻を仕掛ける。払っていた、ボディだ。ダウンだ、ボディだ、今度ボディだ。さあ3ノック男性です。あと1回のダウンで伊沢はナックアウト負けとなります。もちろん武井は仕留めに行く。3階級のチャンピオンが並んだ今大会、まず最初のチャンピオンとして出てきた武井。パンチが交錯した。しかしカモーズ前に出る、ガードの上からつけ沈めた。いや強い、強いですね。いや、あの頑丈な伊沢を、いや僕あんな剣を負け見たことないですね、僕の選手が。コーナーに詰めて、左フックちょっと効いたかもしれない。タケル、タケルが食らった。ちょっともうちょい削った方がいい。サリウチダブル、詰めて倒れた。時間差があって倒れた。多少時間があろうとも効かせるこのパンチ。よく倒したな。爆弾級の拳のボディワンツー取られました。さすがだね。グラムオーバー、なんとその同じ条件、同じ土俵に引きずり出してぶっ倒しました。アラコラタケル選手のロックルージー。そしてムーンサルト、しぶといですね。ボディーだ。ちょっと効いたかな。効いたハイキック、溝打ちでしたね。うわー、ウィストエンド効いた。超流剣ドセッパラー。なんとか立ち上がっています。ボンジョバーニ追い込んでいく。冷静冷静、沈着ボディ左決まった。レフリーが止めた。石田最高の形で1回戦突破、準決勝進出。すごいぞ、負ける予感だ石田。いや関根さん強い。いや強いですね。ただどうですか、これ江川がかなり距離近いところでプレッシャーかけてきますよね。そうですね。ここでボディー連打からダウンを奪いました。ボディーでダウンを奪った江川、レバーブロー入りました。立ち上がることができないか亮太、苦悶の表情。決めた、プロ6戦目ナックアウト勝利、無敗は続きます。江川勇気、まさに怪物江川と言っていいかもしれません。まだ18歳の新鋭、幕開けにふさわしい鮮やかな勝利。江川勇気選手のノックアウト勝ち。きた、ストレートねじ込んでいきます。動き止まった。ダウンだ、ワンダウン取りました。パンチのラッシュ、膝も絡めてワンダウン。ちょっとまあ精神が折れかけてますね。ですかね。聞いたというより気持ちで、もうマセーリ、もう勝てる望みがなくなって、その心を折るか。ブライドローは出しますが、この左関根さん柔らかいんですけど、ボディ強いですね。強いな。1回戦突破、2ダウンでのブライド。これで山崎とエリアスブライド。左のボディ効いてますよ。
そこボディーボディーをえぐった肝臓をえぐった。いやダメージあると思いますよ。そうですね。ワンツーおお関根さんからのボディの悔しさ、初めて経験した悔しさ、同じ相手に2度敗れて終わるのか。